ラハディオ、よかったご無事なようですね。あの悪魔はこの辺の、うん、この辺りの海をよく荒らすことで有名なクラーゴンなんです。お兄ちゃん、僕だよ、ヤヒムだよ、僕声が出るようになったんだよ。でもお兄ちゃんの声が出、お前のせいでお兄ちゃんの声が出なくなってきてるわ。息子から全てを聞きました。この子の声を取り戻してくださったのはあなたたちだったのですね。息子が声を出せなくなってしまったのは災いを呼ぶという勇者の呪いによ よるものだとすっかり勘違いしていましたが、息子から話を聞いて全て誤解とおい、ハゲ取るやないか、お前頭蓋骨見えとるやないか、ラハディオ。絶対ここサムネにすっかんな、お前のその薄らハゲを。失礼なことをして申し訳ありません。僕この間街の外であのホメロスとかいうおじさんに、ね、ホメロスっていうおじさんが魔物と一緒に話しているのを見かけてね、びっくりして声を上げたらホメロスのおじさんに捕まって魔法で喉を潰されちゃったんだ。